今日はずっとプロペラと向き合っていたようなんですが、はい、初日を終えてどうでしたか。そうですね。も、ま、う、あ、あのー、初日の感触はすごく良くなかったですね。はい。前半レースと後半レースでその船足の変化っていうのはどうだったんでしょうか。うん。じゃ前半も後半も良くなかったんで、うんまあ今日一日通してまあ良くはなかったかなと思いますね。どのあたりが課題になりますか。うん全部ですね。 全部上積みしないと <laughs>、うん、てかなんかベースがずれてる感じしじゃあその中にもなんか力強さだったりとかっていうのもそうですねだからやっぱりこう、うん、全部が進んでない感じなんで、うん、まあもうちょっとこうベースを探しそうかなと思って叩いたんですけど、うんうんまあ明日は良くなってほしいなって感じですね何かあのポイントに置く部分ってありますか調整では船足は うんまあやっぱり推しがなかったんで、はい、今日一日通してだから推しを求めてっていうところですかねはいスタートはどうでしたかスタートはもう気持ちでまああの日本とも行くように行きましたねはい明日はこのガーゴドリーム一号艇で登場となります、はい、もうそれこそ気持ちのレースになりますよねそうですねうもう気持ちでしっかりあの 行こうとかなと思ってますけど、はい、陰性ならばと、まあ下の調整もあると思うんですけどまあそうですね、うん、でも多分今日より悪くなることはないかなと思うんですけど、はいはい、出る方向にしかたたいてないんで。はい <laughs> 分 <laughs> 不安の声援を味方に、<laughs> めっちゃ頑張ります、はい、そうですか、はい、ちょっとね、賞金ランキングも、はい、今、本当に、ね、7位ということで、そのあたりにいますもんね、そうですね、まあ、賞金ランキングもそうですけど、うん、まあ全体的にこう上積みして、いそれではファンの皆さんにメッセージをお願いします、はいえー、明日までにはしっかりししあの仕上げてい、えー、きたいと思いますので、応援よろしくお願いします。